フライパン頑張って置きました。よし、じゃよー。今日はボサボサまだマシやな。おはようございます、りなです。今回はなんとディズニーに行きまーす。なのでそのディズニー前のゲットレディービズミーを撮っていこうと思うんですけど、もう眠すぎ、4時ちょうどに起きる予定やったんけど起きられなさすぎて4時40分ぐらいになっちゃったんですけど、まあ、ここからね急いで準備をしていこうと思います。最近毎日メイクの動画を出してるんやけど、その時のメイクと、まあ、ほぼコスメ変わらずやっていくので、細かいメイクのやり方とかを見たいなっていう人はその毎日メイクの動画をぜひ見てみてください。一応インスタでな、ちょっと新幹線乗ってる時に募集してみんなから質問を、なのでそういうのに答えながらやっていきたいと思います。それではスタート。カラコンは安定のキプリエちゃんです。みんなさ、大阪に住んでんねんけど、ずっと今回実はお仕事で東京に来てて、で昨日がなそのお仕事やってんけど、とある撮影に行ってました。寝れんかったぜ。寝れんかったん？なんか来てたずっと。彼氏もね今無事起床したということで。あ、そう、昨日撮影をしてて、その情報は多分ゴールデンウィークぐらいに発表できるかなって思うねんけど、めっちゃ楽しみにしといて。超楽しかったもん、撮影が。で、夕方ぐらいに終わってからもうそのまま事務所に行ってね、ミーティングをみっちりやってきました。そのミーティングもなんかいろいろ進めていきたいことがあるので、今後またみんなにいつかいい報告ができるかなと思います。ちょっとさ、質問募集してたやつ答えていこうかな。服を買う時に気をつけてること、基本的に着回しできるかどうかとか大事にしてる。いやな、昔から服大好きで、学生の時とかさ、お金って限られてるやんか。高校生の時もバイトとかして頑張ってたけど、お金使うってなったら結構服にやっぱ使うことがすごい多くって、で高いものを買うってよりかはもうプチプラ、今もさ自由ユニクロとかグレルとかでよく買ってるし紹介もしてると思うんだけど、ほんまにそういうのを何うまく着回しながらやってたからさ、おしゃれを楽しんでたから、マジで着回しできるかはポイント高くて、ただでもその中でもビビッとくる衝動買いじゃないけど、一目惚れして買っちゃうみたいなことも結構ある。で、あとそれと似てるので言うとな、コーデを組む時に意識してることとか、コーデをうまく組む方法みたいなことも質問結構いただいてたんやけど、カラーのアイテムが大好きで、まあ、よくね動画とか見てくださってる方はわかると思うねんけど、はっきりしたような原色に近いようなカラーがすごい好きで、それをどこかにワンポイントとして使うのがめっちゃ好き。だから全身カラフルとかじゃなくって、例えばトップスだけ赤にしたりとか、バッグだけピンクにしたりとかみたいな感じで、カラーをねどこか一個に一箇所に入れてあげるとめっちゃ可愛くなるし、リナは結構コーデ組む時に意識してる。で、その時に合わせるのが基本的に黒がほとんど多いかな。で、見たいまたは大好きな YouTuber は誰ですか？ずっと見てて、動画が出るたびにわー楽しみ、後で見ようって思ったりとか、大笑いしたりするのはもう平成フラミンゴさん、事務所の超大先輩なんやけど、いつもたくさんね笑いをもらってます、元気を。え、てかさ、聞いて、昨日それこそ事務所にミーティングしに行ったって言ったやんか。事務所のミーティング室ってさ、結構全部透明のガラス張りになってるから、なんか誰がどこにおるかみたいなのが結構丸見えやねんけど、リコさんが
いましてですね、なんかちょっとお会いとか挨拶とかはできひんかってんけど、ミーティングみたいなのをしてはってて、その後ろ姿をね拝んできました。いつかねお会いできたらなとかって思ってます。涙袋はシピシピのこのいちごミルクがほんまに可愛いな。今月22日ぐらいに新作が発売するんやけどさ、ハイライトが出るらしくってめっちゃ狙ってんねん。ひなちゃんのスタイル本当理想、ダイエット法とかある。あ、これダイエットめちゃくちゃ今回いただいてて、今は自分の何理想な体重みたいなのがあって、でそれをキープできるように頑張ってるって感じないけど、今だいたい40キロぐらいかな。基本的になんか普段からもうめちゃくちゃ絶対お菓子食べへんとかもなくって、ほんまに好きやから甘いものとか全然食べるけど、まあ食べ過ぎた次の日は控えめにしたりとか、まあ夜ご飯をちょっとお米減らそうとか、そういうので割と調整してる。あ、でも今回みたいなこの撮影のお仕事がありますとか、モデル系のお仕事とかもたまにねちょくちょく最近はありがたいことに増えてきたので、そういう時とかは普段から気をつけてはいるけど、さらになんか別メニューになるというか、でオートミールで生活したりとか、あとはヨーグルトとかバナナとか、あと納豆オムレツとか作ったり栄養もあって、でもダイエットに向いてるよみたいなやつをめっちゃだる、もうそればっかり食べてるって感じ。年内りなちゃんに会えるイベントの予定はありますか？嬉しいことにめちゃくちゃ来てましてですね、りなも会いたすぎるので、なんとしても何か機会を作りたいなと思ってます。やし、やっぱ大阪でももちろんやりたいけど、東京の子にも会いたいから東京でもやりたいし、予定を何としても組むので待っててください。毎月の美容費やファッション費いくらか知りたいです。ほんまに月によって変わるっちゃ変わるねんけど、先月とかで行くと美容室で17,000円ぐらい。まあでもコスメは最近は大好きやから、メイクもいろんなのを試したいっていうので、新作とか出たらすぐ買っちゃうし、先月とか2万いかんぐらい使ったかな。でファッション費がな、買わんときは買わんけど、買うときはドカンといっちゃったりするんですが、まあだいたい5万から7、8万ぐらいな気がする。10万はいかんなみたいな。シーズンの変わり目とか新しい新作がドカンと出た時はちょっと10万円ぐらい使っちゃったりする時もありますが、ファッション系をしてるとより買っちゃうね。次、新大学生で友達を作る時、リナティさんは自分から話しかけれる派ですか、アドバイスくださいっていうので、リナな結構得意なんよ、話しかけたりとか友達を作るみたいな。っていうのもなんかもう環境が昔から結構そういうなんとか自分でしないとあかんみたいな状況が多くって、昔ね、まあいろいろありまして母子家庭なんやけどさ、ママが昔再婚したりとかそういう時もあって、なんかそういうので関東の方に 2,3 年くらい住んでた時とかもあったんやけど、転校して戻ってきてみたいな感じでかなり経験してるっていうのと、大学もリナ指定校推薦で行ったんやけど、その指定校推薦もリナの高校からその学部に行けるのは一人だけあって、その一人やってんやんか、枠が一人しかなかったから、だからマジで誰も知らん状態、一人も知らんっていう大学に行ったので、めちゃくちゃ、あ、終わったん？うん、え、あや、まだ何にも終わってないリナ。そうな、いいよ、うん、大学は特にそうかもやねんけど、最初の友達作りって結構大事。もう人数多すぎるし、最初におる子が最後まで卒業まで仲良かったりとかがするから、まあでもゼミとかでまた仲いい友達増えたりすると思うねんけど、だから結構最初が肝心やし、でもさ結構一人の子って多いねん大学、ほんまなんか一人でポツンっておるみたいな子が結構おるから、なんかまずはそういう子とかに話しかけてもいいんじゃないかなって思うし、リナがよくやるのは結構さ
いろんな子見渡して、あの子めっちゃ可愛いタイプとかさ、なんかあるやんか、あの子と友達になりたいなみたいなのとかをこうちょっと見るねんやんか。なんか喋りかけられそうな子おるかなみたいなのを探した時にこうパチって目が合ったりすることが多くて、でやっぱりみんなもさ、やっぱそわそわしてキョロキョロしてるから目が合うことが多くて、その時になんかちょっと微笑む、うん、微笑むやると、なんか相手の子もこう笑ってくれて、なんかそこでちょっとさ、なんか生まれちゃうやん、絆みたいな。そう、なんかそういうので、めっちゃなんか友達になりたいなってなんか感じて思って喋りかけちゃいましたとか、なんかそういうの言っちゃうかも。いいなら全然言うな。そしたらなんか向こうも、嬉しいみたいな、友達になりましょうってなったりとかするから、うん、なんかそういうので、あとリナ大学の時とかは一人で座ってる子の隣とかに、そんなにいいですかって言って座りに行ったりしてた。そう、その友達がでもそれこそ大学最後までずっと仲良かったし、あとあれ、例えば今やったら分かりやすいのがおぱんちゅうさぎとか流行ってるやん、なんかそういうのが自分の好きなキャラクターとかもしあって、そのキーホルダーつけてる子がおったりしたら、え、好きなんとか言って喋りかけちゃうかもリナ。自分も好きでみたいなとかで、もしかしたら超盛り上がるかもしれへん話がって感じでやってみてはどうですか。あと、あ、なんかさ、来てた、あ、これトモヤ、彼氏さんとここだけはどうしても合わないってことありますか、合わない時どうしてますかっていうので、さ、付き合って最初の時とかさ、うん、え、なんかうちら似てるよねみたいな、で似た者同士やんなみたいな、うん、やっぱこれも一緒みたいなさ、うん、結構あったけど、てかそう思いたいんやろな最初って。そうやな、二人で一つやなって口癖でずっとそれやった、それしかない。でもほんまに今になって思うけど全然違うで、リナとトモヤな。違うな。マジで違う。ほんまに、よう一緒におるし、よう一緒に仕事してるなって思うぐらい、逆にそれが良かったりするし、リナたちにも合ってたんかなって、最終な思ってるけど、うん、ここも合わないみたいな。どっちかというと、それぐらい。え、でもなんかそれを、合わへんとかじゃなくて、あ、そういう考えねみたいな、なるほどっていう感じかも。お互い持ってないものを持ってるから、そこをまあ補い合ってやってるよな。そうやな、だから全然いいんじゃない。うん、いいと思う。ただなんか、あ、生活習慣系になると難しいんかなこれ。あー、確かに、それもあるよな多分。例えば私は洗濯は2日に1回がいい。生活はでも結構一緒じゃない。生活は一緒やわ。そこはずれてたらきついからな。確かに生活系は合わせた方がいいかも。合わせた方がいいな、これは。どっちかに、うん、洗濯2日がいいと4日がいいやったら3日にするとか、ね、うん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 、間取ってね、寄り添うのがいいんじゃない。セレクトするわ。あ、セレクトしてや。ハマってる服のブランド教えてほしい。いや、絶対新作が出たら見るブランドとかでもいい、うん、今ハマってるっていうかずっと好きとかやと、ラガージェムとジュエティとアクレントは結構チェックしてるかも。あ、これ行く。彼氏さんと結婚のご予定はとか言ってく。お、いいやん。触れない方がいいかな。え、いいんじゃない、別に。なんか触れなさすぎてもなんかいっぱいみんなラッシュやからな、結婚の。え、いいか、いいか、いいか。なこなこと、うん、あとはジュリアちゃんと、あ、昨日は、あ、ゆたせな。あとは昨日あれやで、宇野ちゃんが結婚したトリプル A の、そうニュースの小山くんと。結構な言われるやんな、コメントとかで。まだですかとか。そうやな、長いからね。そう、付き合って7年目とかやもんな、リアたち。だからなんかそういう風に、例えば付き合って7年目の彼氏にみたいなっていう感じで動画とかを作ってると、結構コメントくるね。なんでそんな付き合ってるのに結婚しないんですかみたいなって言われるけど、現実的に考えて、確かに付き合ってる期間は長いけど、社会人1年目の年やねんな、言うたらリアたちって。経済的に考えたら、じゃあ社会人1年目で結婚する人っていっぱいおるかって言われたらさ、多分みんなまだお金を貯めきってなかったりとか、結構将来設計をしてる段階やと思うから。別に会社員じゃないしね。そうそう、会社員じゃないっていうのもある。やっぱり不安定な職業についてるっていうのも一つの理由ではあるから、もうそこはほんまに自分たちのタイミングをマジで大事にしないとあかんなとは思ってるよな。なんかあんまり周りの
意見とかには左右されず、うん、まあ、自分の意見がしっかりあればいいんじゃないかなって思う。そうそうそう、俺らの意見としては、うん、今はちょっと仕事をもうちょっとしっかり頑張りたいっていう、うん、そう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 、そっちが優先、うん、まあ、結婚してから長いからな、うん、そうやで、何十年一緒にって感じやから、うん、まだですね、まだですね、全然。ということでメイクが完成したのでリップは後でしようかな。ちょっと着替えて髪の毛やってきまーす。今日は寒そうやから気持ちのルーズソックスで結構あったかいんで、これ。それどこの？カレフォーエバー21です。めっちゃいい、これ落ちにくいし、でも下にこのそれぐらいのソックスを中に入れるとより落ちづらいからおすすめ。よし。で、これな、ザラで最近買ってん、新作やった、春の。めっちゃ可愛くない？でもウエスト大きかったからめっちゃ詰めてる。詰めすぎえ、でもアフター羽織るからさ、わからんなと思って。これスライのな、ニット去年買ったやつ、今年の冬か、買ったやつじゃないけどさ、めっちゃミニーちゃんじゃない？確かに赤とさ、黄色やで。これにしました。で、ブレザーのブレザーを羽織ます。で、髪の毛まだやけどミニーちゃんつける予定です。よし、髪の毛やる。じゃーん、こんな感じでウェーブ巻きにしました。このやり方も毎日メイクで紹介してます。で、最後リップがキャッシードールの04番。やばい、そろそろ出ないとあかんね。そしたら今日はウェイクメイクの08番のティント、これを上から重ねます。そしたら最後アミューズのプランパー、ミニーちゃんをつけて完成でーす。こんな感じで今からディズニー行っていきたいと思いまーす。こんな感じでちょっとバタバタしながら、まあでもしっかりおしゃべりしながらみたいな感じでゲットレディウィズミーをね、やってみました。この動画が良かったら高評価とコメントとチャンネル登録お願いします。あとインスタウェア、TikTok もやってるのでぜひそちらのフォローもお願いします。ディズニーの投稿とかインスタたくさんすると思います。では、バイバーイ。